アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ちょっと F のフランチェスカサーバーメインアカウントのね、あの一番強いメインアカウントの方で排入ガンダムをやっぱあのアムロやらせてもろてますんで、排入ガンダムを手に入れたかったのですが、ちょっとデラックスチケットの方がなくてですね、こっちのシャングリラの方だったら70枚ほどなんかあるんで、ちょっと金図当てて作って、フルチケ改造して、フルチケして、で、大規模戦で使ってみようかなと。レビューですね、これ。レビュー。はい。まあ、未だにね、この排入ガンダム、一番今新しい機体ということで、ボリューム64の、未だにちょっと使い手が見つかっていないという噂がね、2チャンネルの方でもね、話題になっているので、はい、そろそろね、こいつの使い方を、皆さんにね、伝授しようかなと思います。はい。じゃあ、サクッとね、10連で、金図当たる、当たる予定なので、はい、いきます。赤引くんで、これ、はい、大丈夫です。これ銀図ちょっと待ってくださいね。あ、ワンブガとか、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。全クリです。全クリ。はい、全クリでした。あれ。いや、これはいらんだろう。いや。もう2周目、はい、2周目の全クリです。これで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。僕は大人なんでね、こんなことじゃ怒ったりしませんので、はい、大人なんで、まあ大体ね、こうやってちょっと回して当てられんかったら、ツイッターとかで、はいはい、デラックスクソゲー、ガンダムオンラインクソゲー、クソゲクソワロタ、ワロタオツ、オツオツ、佐藤まんじゅうオツとかいうね、キッズはそうやってすぐにね、林立てる。僕は大人なので、30歳大人なので、もう全然怒りません、これぐらいじゃ。はい。あ、全然これぐらいじゃない、全然怒らないで。ガンダム。はい、今僕は中指を立てています。はい、今画面の向こうで僕は中指を立てています。こいつに向かって。はい、てことでね、60枚も使わされてしまいました。マジで、後でツイッターで、ガンオンゴミクソ死ねっていう風にね、つぶやかせていただこうと思います。はい、公式のツイッターの方に、ガンダム、特性が付加されました。はい、今、開発したんですが、うっせえやお前、マジで。これ、ビームシューター、もう大当たりですね、これ、ビームシューターの排入ガンダム。これ大当たりとなっております。なぜかというと、
あのまあ基本まずこれ挟めるとバルカンはあの外してください。ファンネルも外してください。でここにこれを搭載します。連射式フィンファンネル、これちょ、マジクソかよこのゲーム、マジで。ファンネルとワンプガトリングが一緒につけれないんですけど。金図の意味とはこれ、意味なんで腕の部分とファンネルがくっつけられないんだ。なんだこれ。科学的に証明してくれ。これは科学的に、なんでなんでだ。ざまないぜ。フルマスチケットやってレベル69ワロス、レベフルチケで レベル69ワロス。はい、とりあえず完成しました。レベル69ではい、フルマスターフルチケットでレベル69、そしてこの6周年アニバーサリーで当たりましたこのシルバーバレットも、マスターフルチケットにして70ワロス。作戦区域内に敵重要目標を確認しました。攻撃を開始してください。はい、まあ基本的にはね、あのこいつの使い方を今回は皆さん学んで帰っていってください。いまだにね、こいつの明確的な役割、分かってない方が大半だと思いますんで、はい。ニューガンダムと違うところを、見せていこうかなって思いますね。やっぱりニューガンダムとハイニューガンダムの違いっていうのを理解していない、その一般兵たちが多いんですよ、どうしても。全然これは別物なんです。はい。全然別物なので。そこんとこね、分かってほしいです。アムロ的に。いきまーす。敵を近づけるな。これこれ。手伝わせてください。このゲージは何だい？これ、下にあるこのゲージは一体。拠点を占領した。見て、ここまでもう、はい、1位通過です。1位通過。あ、もう全然違うから、もう速さが違う。まず速さが速さに違いがありすぎる。生かせない。これ生かせないことが大事なので、はいはい、今ので成功です。決して倒しきったとか倒してないとかそういうのじゃなくて、ほっ、そうそう、ナイチンの時は下手に突っ込まない方がいい。
これでいい。あのここを通さなかったこと、そこを評価してもらいたいですね。ここを通さなかったことを評価してもらいたい。一回下に降ります。一回下に降りたところでケンプファー、中央はどうだい、中央は抑えてんのかい。中央抑えれてないですね。けど結構あの味方の勢力的にこれは一気に行っても良いかもしれない。だいぶ踏まれてる。まだ終わりじゃない、まだ終わりじゃない、まだ終わりです。やめようやもん、それそんな。最近なんか多いわそれ。何や、名前忘れたもん、その巻きつくやつ。巻きつくやつやめようやもん、それずるいし。拠点を占領した。舐めるなって、それはそれは舐めすぎだぜ、それはそれは舐めすぎだぜ。退避する。あった、しょしょしょ。これ一発一発の重みがすごいんでね、このビームライフルは。この一番上の14発しか撃てませんが、一発5000近くの、ダメージが出ます。そしてなおかつ、ダメだナイチンだ、ナイチンがいる。百式行くんか、ちょ待って、俺も行くわ。くらえー。あー、ちょっとダメか、ダメか、くらえー。味方に裏切られましたね、今のは。はい、味方を信じた僕が悪かったです。はい、あーもう、ここは拠点を奪取した。とりあえず3番を取りに行こうと思います。7番踏みに行くようなやつはね、ただのポイント欲しいだけのやつなので、はい、ポイント欲しさに7番踏みに行ったらいいわ。そうやってポイントが欲しけりゃ、全く貢献しているかしてないかで言ったら、貢献ポイントとかより貢献してるかしてないかの勝ちにつながることをしてるかしてないかが問題なので、はい、紙一重。よし、こうやってヘイトを貯めていきます。でヘイトを貯めることによって、来るよシャアが来る。赤いモビルスーツ、尻尾をつかませない戦い方だ。逃がすなよ。なんて数だ、なんて数だ。よし、拠点を奪取した。あれ倒せたのかな。とりあえず3番を取り返そうじゃないか。ダメだ、3番はもうダメだ。
全軍に砲、全軍に通達する。3番は砲機、全軍に通達する。やらしとけ、そうやってやらしとった絵は3番で。後ろ、まず回復しよう。そこ、まあ、この機体はですね、コストが非常に低いんで、もうどんどん前に行ってもいいですね。どんどん前に行って。止めろ。よし。来てるよ、来てるよ、次来てるよ。行きます。よし、これでいい、これでいい。相手をひるまして、相手をひるまして前に出させないこと、それが僕の役目です。本当に3番方、よし、そろそろ3番行くぞ、そろそろ。あれあれ、連邦軍さん3番も来なくなったのかなっていうところを見計らっていくぞ。駆け引き、駆け引き上手。引いた。なんでフルボッコ、もうフルボッコじゃねえか。帰れやお前、ずっと三番執着して。腹立つ。よし、補給、補給出た。全軍に通達する。補給、補給およびメディアから、一気に襲撃せよ。マジ下にいたテトラ、あいつマジ覚えたからな、ほんと覚えたぞ俺は。よし、まだいるよ、そこにいる。守りが硬すぎる。とりあえず、もうとりあえずこれは、上はなんとか守ってもらって、で3番は4番をさえ踏ませなければ、踏ませなければいい。とりあえず、7を踏んで、あの核の運搬の道を作ろう。これは1個でももう拠点破壊しないことには勝ち筋が見えてこないです。先行しすぎてはいけない。5番、4番も、しかし、これだけ、拠点を奪取した。退避します。これだけ、出動するポイントが増えれば増えるほど、相手の力が分散し、核が通りやすくなるということなのさ。そして、あの赤い、おい、勝負して。おい、怖いか、俺に、この、アクアにやられるのが怖いか。からやで。あ、やばい、 A が殴られちゃう。
殴られてる。A が投げる。大丈夫？もういない？もういない？退避させていただきます。何とか格決めてくれ、それ頼む。ちょっとあれだな、切り替えが。アムロ、行きます。こちらのコンピューターで簡単に動きが読めた。一体どういうつもりで？ああ、加工終わった臭いな。ちょっと待って、クロスボーンが！ちょっと今回は全くと言っていいほどハイニューガンダムのいいところ見せることができませんでした。もう少しね、ちょっと改良を加えて、こいつの良きところをご紹介していけたらいいなと思ってます。はい、ではご視聴ありがとうございました。